僕の一番最初の先生フランス人だったんですけど、日本人は書いて覚えるのが得意っていうふうに言ってたんですよね。で、あんな漢字をちっちゃい時から書き取り練習して覚えてるんだから、書いて覚えたらって言われて、で、活用を最初から全部書いて覚えたっていうのがあって、そう、だんだんなんとなくこうやってる感が出てですね、達成感みたいなのが、写経みたいな感じ。それである時に口からふーっと出てくるっていう、あとはなんとなくこれかみたいな感じで出てくるみたいな、そういうふうなのがこう分かるっていうのが、だからこれは多分やらないと多分分かんないんだろうなと思っていて、なのでそんな感じで覚えてましたかね。フランス語の魅力はとっつき多分にくいかもしれないけど、その分でも分かりやすいかもって、僕にとってはね。英語は活用があんまりないんですけど、でもどうとでも取れるっていう。だけどフランス語はこれは動詞だよねとか、これは副詞だよねとか、そういうのがかっちり分かってて、あとどこに何を置くかっていうのも決まってて。っていうのがあるんで、そこはすごく分かりやすいかなと。あと読めるっていうのはいいんじゃないですか。英語は読めないけど、日本、フランス語はある程度きっちりと訓練すると基本読めると、音読できるっていう、それは楽しいと思いますけど。